はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は先日に引き続いてアメック9099の解説をしたいと思います。前回はフィルターとゲートの部分をご紹介しました。特にゲートの使い方どうでしたでしょうか。コンプやリミッターと逆の動きになりますので、一気に理解することは難しいかもわかりませんが、頑張ってください。今日もコンプに入る前に、ゲインステージングというのはとっても大事ということで、先日もゲインステージングの動画を上げましたら、かなり皆さんが興味を持っていただいて、たくさんの視聴回数になっています。という意味で、左の下の方に VU メーターをまた出しています。ちょうどいいか確かめたいと思います。はい、まずまずいいところ狙っていますね。もしどうしてもダメな場合はゲインを変えてください。ゲインを変えるのはスタジオ1の場合はここにインプットゲインというのがあります。これが出ていないときは工具マークから出すこともできます。入力コントロールというところです。どの DAW にもこういう項目はあると思いますので、そこで修正をするということもできます。もしくは、インストゥルメントのアウトプット、EG ベースの場合は、この右の下にありますので、メーターを見ながら動かしてみます。前回も言いましたように、僕の考えでは、0dB を超えてはダメというのではなく、0を境に平均的に動くように設定して、約-10dBから -6dB を狙っています。このようにゲインステージングをまずやってください。ゲインステージングは何も VU メーターを使わなくても、アメック9099の場合はこの右の方にメーターが、VU メーターとピークメーターが両方ついています。では、バイパススイッチをオンにして、ここからやっていきますが、今回はベースです。そして、右の上の方に、今日の解説には、アナライザーを表示しています。このアナライザーは、M マルチアナライザーというアナライザーです。アナライザーに注目してください。はい、フィルターを切ると2キロ以上のところにも音がかなり入っていますが、最後のミックスのことを考えて若干フィルターをかけていきます。ローパスフィルターをオンにします。ちょっと元に戻します。ここから削っていきます。これで約2キロです。あまり音に変化がないですので、この辺のところを狙ってフィルターをかけました。それでは本題のコンプに入っていきます。コンプをオンにします。スレッショルドをまずは0、アタックも少し長めにしておきます。そしてここにメイクアップゲインがありますが、これもリセットしておきますね。じゃあこの状態で音を鳴らしていきます。今右のメーターの下のコンプがそんなにもリダクションしていません。狙いは6から10までの間です。じゃあスレッショルドを落としていきましょう。だいたい6から10のところがメーターがつくようになりました。じゃあスレッショルドはこのぐらいでいいとしまして、アタックですね。アタックの強さによってコンプのかかる速さが違いますので、ちょっと音を
比べてみてください。ゆっくりにすると、ベースのアタックがそのまま残ります。アタックを早めにすると、すぐに潰しにかかります。はい、アタック感が全くなくなりましたね。ちょっと遅めにしておきます。今、リリースはオートになっています。これをマニュアル設定に変えてみます。コンプの離す速さです。これを速くしたら次のアタックが潰れません。でもこれを右いっぱいにすると次のアタックが遅くなってまたアタックが少なくなります。はい、ちょっと弱くなってましたね。僕はこのぐらいがいいと感じています。オートと比べてみましょう。はい、オートでもほとんど変わりません。僕の狙ったところがまずまずいいところを狙ったということになります。次はレシオを設定していきます。レシオはどれだけ圧縮をかけるかということです。これも右に回してかけていくとコンプのリダクションが強くなりますが、ここも頃合いが必要です。こちらにする方が迫力が出ますね。右いっぱいに回します。いわゆる潰しすぎっていうやつですね。はい、この9099にはその下にハードニーというボタンがあります。ちょっと間違えやすいんですけれども、ハードニーというのは通常このボタンを押しておくと自然なかかりになります。そしてこれを切っておくと圧縮がこの上のレシオの比率によって即時にかかっていきます。名前とは逆のような動きになるので気をつけてください。もう一度やってみます。かといって大きく変わるものではありません。多分皆さんのところにはほとんど聞こえなかったと思います。そしてその横にあるのがハイパスフィルターです。これを右いっぱいにしましたら音をすべて通します。最高が2キロまでですのでこの状態ではあまりコンプがかかりません。ちょっとやってみます。そしてこれを左に回していきます。こうすると全領域にコンプがかかります。最近よく言われるサブベースということで、いわゆる重低音の迫力を出すためには、これを 60Hz ぐらい以下はコンプをかけないで通すということにすると、低音の良さがより出てきます。約 60Hz を狙ってこのダイヤルをしてみます。はい、このフィルターというのも前回やったフィルターやゲートと同じで、初心者の人には少し分かりにくい、いわゆるかかりは聞けば分かることですけれども、考え方がちょっと分かりにくいです。もう一度言いますが、 60Hz 以下はコンプをかけないようにしたということです。それによって低音を潰さないでコンプをかけることができます。ここまで
整いましたら、最後はここのメイクアップゲインです。コンプというのは基本的には入ってくる音と出ていく音をほぼ同じにするというのがコンプです。特別な目的があってコンプで音圧稼ぎというのもやられる方もいますが、基本の基本はやはりコンプはインの音と出音を合わすというのが重要になります。それでこそ本当のコンプの圧縮というのがうまくかかって、小さいところと大きいところの差をなくすという本来コンプの働きをするようになります。ちょっとやってみます。コンプを外します。はい。ちょっとボリュームが大きくなります。コンプは大きな音を抑えているからです。ここでメイクアップで上げていきます。はい、これでほとんどバイパスとの差がなくなりました。これでもう少し潰したい時などはもう一度レシオを見直してください。でもリダクションメーターもちょうど狙ったところが動いています。そして9099のコンプレッサーにはミックスというのもあります。これで今いろいろパラメーターを合わしたその結果が 100% 出ていますが、これによって元音もどれぐらい通すかをここで設定できます。これをゼロにするとコンプをバイパスしたのと同じようになります。そしてまだ説明してないボタンにアビエンスというのがあります。これはコンプ自身がどんなにかかってるかというのをテストするようなボタンです。いわゆる入力とそしてかかったコンプとの差を鳴らすようになっています。ですから今のようにインとアウトがほとんど同じような感じであれば、圧縮した音だけが表示されますが、例えばメイクアップゲインをもっと思いっきり上げておいたり、音圧稼ぎをしてしまった時にはこのアビエンスというボタンを押してもそこそこの音が鳴ります。ちょっとやってみます。あえてメイクアップゲインを大きくしておきます。すると、このように音が大きくなりますが、先ほどと同じようにこの辺のところを狙っていると音があまり大きく出てきません。はい、これを見て入力のゲインとアウトプットがちゃんとバランスよく取れていて、適度なコンプがかかっているかどうかを確認することができます。はい、コンプの方もなかなか正確に今までやっていなかった人にとってはもう一度再勉強になるかもわかりませんが、頑張って習得してください。今日の終わりにはリミッターを説明します。もう一度今アウトプットのメーターを見てもらいます。はい、今僕はこのゼロに収めたいんですけれども、ちょっと黄色いところがたまに出てきます。はい、ただしこれは出てはダメというのではありません。なぜかというと、今狙っているゼロというのは DAW のピークメーターのところはユニティゲインに合わせておいてみてください。そうするとちょうどマイナス10デシベルぐらいのところを振るはずです。
バッチリですね。そしてここはゼロのあたりです。でも若干黄色が出ます。何度も言うように黄色が出てはダメということではありません。でもあえてリミッターで黄色が出ないようにやってみます。はい、この辺のところでちょうどいいですし、右のリミッターのメーターを見てください。そしたらちょっとだけたまに黄色い表示が出まして、ゲインを抑えているのがわかります。はい、適度なリミッターがかかってちょうどいい感じです。リミッターにもリリースがあります。このリリースを長めにしてしまうとアタック感が減っていきます。ちょっと弱々しいベースになりましたね。はい、アタックが残ります。そしてその下のボタンがファストアタックというふうになっています。さらにリミッターが聞くときに大きい音がパッと入ってきたときに瞬間に対応できるようになります。これには一番後ろにありますような少し強いスラップベースのところにやっておくとよくわかると思います。今若干このスレッショルドを戻します。あえて黄色いランプがつくようにするわけですね。はい、こういうふうに今黄色がちょっとついています。これをアタックを速くすると、先ほどと同じほどにスレッショルドを設定しなくてもファストアタックをすると反応が良くなるので、スレッショルドを控えめにすることができます。そして瞬間にリダクションしてくれます。それをもう少し簡単にするのがその下のボタンのクリップです。クリップを押しておくとクリッピングしそうになったら瞬間に処理をしてくれます。ファストアタックをしてなくてもある程度効果があります。はい、このようにクリップしないようにすることもできます。ただしここに入ってくるときにゲインが高すぎたりしたら、いくらこれによってもかけれません。ですから再々言うようですが、ゲインステージングが重要だということです。特にアナログ回路を模したこのようなアメック9099などは、アナログのアメック9098というコンソールをエミュレートしています。いくらリミッターだからといってデジタルのリミッターのような働きはいたしません。かなり大きいのが来てもデジタルのリミッターならそれに対応して計算上でクリッピングしないようにしたりしますが、9099はアナログの機材だと思っていただいていいと思います。ですから適正なゲインステージングが重要になってくるわけです。ここにメイクアップゲインがあります。そうやってリミッターをかけた後どうしても音圧が足りないときはメイクアップでゲインを上げてください。まだまだ音が割れる状態ではないですので、ちょっとやってみたいと思います。クリップはまず避けておきます。自分のヘッドルームの中でどうしても例えばミックスをした後で
気になったりした時に飾るもんで、本来は基本はゼロで使ってください。そして右はコンプの時と同じようなミックスです。100にしておくと今やったパラメーターで動きますし、ゼロにしてしまうとリミッターをバイパスしたのと同じような形になります。ベースは以上です。次にドラムで一番気になるキックをコンプかけてみたいと思います。今こちらの方は IK マルチメディアのモッドドラムを使っています。モッドドラムの方でバスドラとスネアとハイハット、その3つはマルチアルトをしていまして、それ以外は1つにまとめて出しています。まずステージングがいいか確認します。バイパスしておきます。VU メーターを見てください。はい、だいたいいいですね。じゃあこちらの方を見てみます。まずはアナライダーを確認してください。アナライダーをキックだけ表示するように変えました。はい、聞いてもらって分かるように、ここに何かスネアのスナッピーのような音が入っています。これはバスドラのレコーディングをしたときにマイクが被っているからです。バスドラムだけをレコーディングしたのとは違うということですね。一緒に演奏をして別の音も入っているということです。特にこういう音源の場合は、それこそフィルターをしっかりかけて上の部分を切っていきたいと思います。じゃあ9099をオンにします。そしてフィルターを切っていきます。一応ここは割3のモードで低いところまで設定できるようにしておきます。これをしなかったら一番下が 4.5 キロまでです。これを押すことによって 1.5 キロまで削ることができます。はい、このように先ほどありましたスネアの音が入ってこなくなりました。もう一度戻していきます。いいところを削りすぎない程度に落としていきます。はい、ドラムがしっかりタイトになりましたね。フィルターというのはこういう部分でとっても重要な働きをします。じゃあ本題のコンプに入っていきます。コンプを入れまして、スレッショルドを決めていきます。リミッターは切っておきます。これも10デシ以内ぐらいを狙っていきます。じゃあここでアタックでトランジェントを決めていきます。あまりアタックを強くしない方がバスドラの生っぽさが出てきます。じゃあ今度はリリースです。これは長くするとどうしてもトランジェントが潰れます。はい、ちょっと甘い丸いバスドラになりましたね。リリースは早い方がとってもいいように思います。オートでも確かめてみます。今回もオートと僕の設定がほとんど同じでした。今度はレシオを見ていきます。
妙ですが、デシを低めの方が生っぽさが出てきます。まあこのぐらいにしましょう。ここはある程度好みでいいと思います。じゃあインとアウトはどうでしょうか。一旦メイクアップをゼロにします。大きな差はないようですね。はい、これぐらいにしておきます。そしてハイパスフィルターでどれだけ通すか、これをやっていきます。今は全ての領域にコンプがかかっています。ヘッドホンでよく聞いてみてください。残響音がちょっと響いています。ここまで行くとほとんどコンプが効いていません。ですからポンという残りの音を切るためにもう少しかけていきます。はい、このフィルターはあまり使わない方が今回のバスドレにはいい感じがします。リミッターも確認しましょう。別に今は見た感じリミッターをかける必要はないように思いますが、はい、このような感じで他の楽器もちょっと見てみましょう。スネアのアナライダーを見てください。これもハイハットが多くかかっていますね。ハイハットをなるべく切ってみたいと思います。じゃあここからコンプを見ていきます。まあ今もコンプは入っていたわけですけれども、ちょっとリミッターを抜いてコンプをかけます。じゃあコンプのリダクションをよく見てください。ちょっと潰しすぎですね。アタックが早すぎます。リリースも早め方がいいと思います。ドラムですから。こうするともう音が変わってしまいます。じゃあインとアウトを比べてみます。ちょっと抑えられています。はい、だいたい揃いました。アビエンスを見てみましょう。はい、入ったアタックだけが聞こえます。ちょうどいいですね。じゃあこれでドラムを全て鳴らしてみます。
スネアがかなりタイトになっています。もう少し生っぽい方がいいと判断しましたので、スネアをもう一度見直します。バイパスはスタジオ1の場合ここでできます。今ゲートを触って少し生っぽさを出しています。だいぶ良くなりましたね。リミッターはかけていませんが、ちょっとかけてみます。はい、じゃあ最後にベースと合わせてみましょう。オールバイパス。入れます。はい、今日はアメック9099のコンプとリミッターを解説しました。音は好みですので、全くそのままで出したものと、そして少しこうタイトで余分な成分がなくなったものと、どちらが好きかは皆さんの好みにお任せしますが、このようにしてコンプとリミッターででも、まあ基本的にはダイナミクスを整えるというのが目的な2つのエフェクターです。あまり突出したり、そしてあまりにも小さな音、それがなくなってまとまってくるわけですね。それに比べてバイパスすると少し暴れます。入れます。皆さんもチャンネルストリップ、今回はアメック9099をお話ししていますが、どのチャンネルストリップでもほとんど同じようなところでセッティングできますので、もう一度使い方を研究してみて、いい音楽制作をやってください。最後にせっかくマルチアナライダーを入れてありますので、全てを出した時にどんなバランスになるかというのを見ていただきます。トノグラムやコレーションのグラフもできます。色分けがまずまずできていますね。このコレーショングラフというのは被りを見るためのものです。バイパスしてみます。先ほどより色が濃くなりましたね。これは音かぶりが多いということです。
一度入れます。全体の色が薄くなりました。薄くなっているということはイコールかぶっているところが少ないということで、各楽器の帯域が分かれやすい。そしてもしここでかなりかぶっているところがあればもう一度変えないといけませんが、今回まだイコライダーをやっていません。ですからかぶりもある程度あって当然です。そこで次の回はイコライダーをやってみて、さらにどうスッキリしていくか、そこらを確かめたいと思います。ご視聴ありがとうございました。村長でした。